はい、どうも皆さんおはこんばんちは、ダンダラの社長のアナベルです。今回夏休み企画として、この夏休みの期間だけ遊んでいきたいタイトルがこちらのポケットモンスターベガというタイトルでございます。こちらポケットモンスターベガはですね、二次創作タイトルですね。ポケットモンスターの第三世代を、基準にして、ファンメイドで作られたポケモンということで、非公式タイトルということでね。それぞれアルタイル、シリウス、ベガ、プロキオン、デネブという5作品が出ているんですけれども、その中でアルタイルとシリウスはポケットモンスター、ルビー、サファイアとか、エメラルドだね。ポケットモンスターエメラルドを基準にしたストーリーになっていて、大体エメラルドとほぼほぼ内容は同じで、その制作者の方が自分で考えたポケモンだったり、ちょっとその違うストーリー展開があったりっていうね、そういったものだったんですけれど、今回やっていくポケットモンスターベガは、その世界観からストーリーまで、一通り、オリジナルで、その中に、本来のポケモンも登場するよっていうような、タイトルになっているみたいです。で、なんでこれからやろうかなと思ったのが、アルタイルとシリウスはやっぱりストーリー的には基本的にはエメラルドを中心にしているということで、今すぐやってもね、直近でポケモンルビーとかやったばっかりだから、どちらかといえばなんかね、違う解釈のストーリーも見てみたいなということで、とりあえずポケットモンスターベガ、こちらを遊んでいきたいと思います。はい。ただ一応あらかじめ注意事項なんですけれども、こちら二次創作タイトルということで、基本的にはポケモンの解釈さんからは、非公式のタイトルになっていると思われますので、自分ね、以前のび太のバイオハザードっていう二次創作タイトルを遊んでたんだ。ことがあったんですけれど、あちらはね、いろいろ大人の都合でね、YouTube 的にまずいということで、すぐに動画を削除したんですけれども、もし今回もそのように、動画削除してくださいというような、ご指摘があれば、速やかに動画の方は、削除するつもりで、その前提でね、一回遊んでいってみたいなというふうに思います。はい。一応ね、本当であればこれじゃなくって、もう一つその夏休みの企画として遊びたいタイトルがあったんですけれども、そちらの方、撮影の方はすでに終了していて、夏休み期間中投稿するにはちょっとね、動画本数が足りなかったんで、このタイミングでね、これもちょっと遊んでいってみようかなと思います。はい。じゃあ早速やっていきましょう。今回なるべくね、そのオリジナルのモンスターを使っていきたいなと思ってはいるんですけど、縛りではないので、普通に、今までのも、ポケモンも使いつつ、このポケモンの要素も触れつつっていう感じでね、やっていきたいなと思います。はい。ヘルプか。ちょっと待って、この辺後で設定変えよう。この辺は一緒だね。これから始まる世界だんだんはもう一度主人公となり、冒険をすることになります。街や道、洞窟、家の中など、至るところにいる人たちに話しかけ、いろいろなものを調べてヒントや情報を集めましょう。そして困っている人を助け、謎を解いていくことで新たな道が開かれていきます。どんどん先に進んでください。時に勝負を仕掛けられたり、野生の生き物たちと戦うこともあるでしょう。冒険を通じて様々な人とコミュニケーションを取りながら成長すること、それが最も大きな目的です。はい。よく来たね。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前はヒイラギ。みんなからポケモン博士と呼ばれているよ。あ、いるんだと。ヒイラギって先生、ポケモンにいたっけ？この世界にはポケットモンスターと呼ばれる生き物たちがもうすでに知らんもん。至るところに住んでいる。人はポケモンをペットにしたりして勝負に使ったり、力を借りたり。そして、私はこのポケモンの研究をしているというわけだ。さて、はじめに君のことを教えてもらおう。
こうやって性別変えてみたい。まあ、いいか。女の子の見た目を見たいな。まあ、いいか。とりあえず男でアナベルでいきます。なんかね、地方が、結構ポケモンって昔のタイトルは、日本地図になってたんだけど、今回はその、東北地方が舞台らしいんですよね。自分東北出身なので。あ、ってうちのアナベルかって、この博士父ちゃんかい。この子は今度会うポケモンレンジャーの見習いである。名前は何だったかな？あー。じゃあ、ペルにしよう。そうだ、マジでペルという名前だ。アナベル、いよいよこれから君の物語の始まりだ。夢と冒険とポケットモンスターの世界へ、レッツゴー。当然初見プレイなのでね、この辺は変わんない。設定じゃあこっちはポケットモンスターファイアレッドをベースにしているんですよね。なんか結構ファイアーでレッドとなんか似たようなデータの扱いにはなっているはず。傷薬が入ってました。こんなんやっちゃってすげえよな。ファミコンにスーパーファミコンですよ。アナベル、今までのランニングシューズじゃ雪道は走らないから、これを使ってね。新しいランニングシューズ。これもスパイクでもついてんのかな。出た、東北地方のタウンマップ。そういえばお父さんが呼んでいたわよ。行ってきたら。はい、マップ見てみよう。ん、あ最初のこの街、この白樹タウンって、これほぼ秋田県じゃね。秋田かなんだろうね。多分秋田だと思うけどな。自分住んでるだいたいこの辺よ。はい。という感じですね。青森とかね、岩手とか、宮城とかね、こういうの回っていく感じですね。ダークタワー。ここがポケモンリーグ。ポケモン図鑑の、ね、まあ、デザインも良くなかった。おーおー、ナベル、こっちだ、こっち。悪いけどお父さんの研究所へ一緒に来てほしいんだ。はいはい。父親が博士っていうパターンなかったね。父親がジムリーダーはあるけど。うん、ベル君もいるね。そしたら君たちに頼みが。てれれてれー、どうも、モスです。モススノス？はい。アナベル君、お久しぶりの煮付けです。煮付け？煮付け？煮付けは、あ、煮付けは大根に限ります。風呂吹き大根、万歳。ヒイラギ博士、この変な人は？あ、彼は、モスです。モスギスです。覚えてくださいました？テストに出ます、マジで。モスギス、すまないが、少し私にも喋らせてくれないかな。ボボボン。モスギスは私の古くからの友人でね。アナベルもよく知っているだろう。今回旅行でこっちに来たというから、頼み事をしようと思って呼んだんだ。さて、話が逸れたが、本題に入ろうか。君たち二人を呼んだのは、それぞれ頼みたいことがあるからなんだ。まずアナベル、聞いているかもしれないが、近頃東北地方に宝永の隕石ポケモンが現れるようになった。なぜ現れるようになったのかは興味深い。研究テーマだが、その足がかりとして今の東北地方のポケモンの生態調査をお願いしたい。宝永地方は九州だよね。これを渡しておこう。はい。まっさらな状態で調査を進めてほしいから、宝永で持っていたポケモンは留守番させておいてほしいと言ったけど、
言った通りにしてくれたんだな。すまない、ありがとう。そしてベル君、君はポケモンレンジャーの見習いだ。聞いていると思うけれど、このセキュアスタイラーを、翡翠シティのジャッキーに届けてほしい。彼ならこのスタイラーの最終調整ができる。それが君のミッションだ。ヒルはヒイラギからセキュアスタイラーを預かった。確かに受け取りました。任せてください。ここペルちょっとかっこいいじゃねえか。それじゃあミッションスタ。ああ、待つんだ。キャプチャーだけでは、心もとないだろ。君にポケモンあげよう。もちろん、アナベルにもだ。あ、ありがとうございます。ブンブン、なんだか仲間外れの予感がします。モスギスさん帰っちゃいます。ああ、待ってくれ、モスギス。これを。ああ、はい。確かに預かり、申しましたござる。言い回しめんどくせえな、こいつ。モスギスさん、ミッションスタート。さて、アナベル君。その机の上に3匹のポケモンがいる。そのうちの1匹を君たちにあげよう。選びなさい。じゃあ、あ、本部から連絡が入ってる。だからアナベル、先に選べといいよ。じゃあ早速だけど、厳選必要か？まあ、種族値も何もわかんないからね。で、リープン。とても素早いポケモン。なるほどね。アクタシ。バランスのいいポケモン。はいはいはい。で、ハマー。守りの硬いポケモン。あー、なるほど。じゃ、今回こいつにします。速さは大事。速いの選んだけど、とりあえず失敗しないでしょ。はい。まあ、そうなるか。どれ？気まぐれ。攻撃、特攻、素早さ。まあ、でも、初動でこれが見れたのはちょっと大きいな。まあ、能力的に素早さと特攻が高くて、まあ、攻撃もそれなりって感じか。耐久がちょっと低い感じなのかね。まあ、低いっていうか、まあ、普通ぐらいか。まあ、基本的には特殊アタッカーな感じはするよね。OK。じゃあちょっと厳選してみよう。はい。というわけで、おっとりな性格の、リープンが出てくれました。なんか若干個体値は変わってんな。とりあえず、特攻を上げて防御を下げるっていうね、イメージですかね。うん。まあ、上げるとしたら特攻か素早さだろうなと思ってて、まあ、氷4倍っていうのがあるから、特防を下げちゃうと、まずいのかなとも思ったりもするんだけど、まあ、4倍食らったらさすがにどっちにしても無理かなっていうので、まあ、防御特防どっち下がってもよかったんだけどね。まあ、とりあえず自分は攻撃特攻素早さのどれかを上げて、防御特防のどれかを下げるよっていうのを、まず常にやっていこうと思っているので、まあ、とりあえずね、これでやっていきます。まあ、技とかも、あ、ちゃんとあれだ、物理とか特殊とか分かれてる。なるほど。じゃ、特殊で固めることもできるのか、この気になれば。効果物理って書いてるもんね。あー、第三世代基準だけど、ちゃんと、タイプごとに、炎は全部特殊だよとかじゃなくて、ノーマルの中にも物理があって特殊があってっていうふうにちゃんと分かれてんだ。あ、ちゃんとしてんね。なんか内容的にはなんか第5世代くらいのポケモンまで出てくるらしいんで、まあ、このあたりにはちゃんと合わせて打ってるのかな？いいですね。じゃあ行ってみましょう。まあ、早速バトルかな？待ってくれ、せっかくポケモンをもらったんだし、ちょっとバトルしないか？はい。相手硬いんでしょ、確か。ポケモンレンジャーとペルが勝負しかけてきた。はいはい、やれやれ。まあ気持ちはわかるかね。アナベル、ポケモン勝負は慣れてるだろ。
ポケモン勝負とは何たるかを実践で、あ、ポケモン勝負とは何たるかを実践で教えてやってくれ。相手レンジャーなんでしょ。相手ポケモンの HP0 にしたトレーナーが勝ちとなる。まあ話を聞くより体験しながら学んだ方が覚えるのも早いだろう。頑張って。じゃあ相手にダメージ与えるのは勝負の基本だね。はいはい。敵攻撃力高くない？耐久が高いのかな？防御下がるのまずいべ。負けるくね？これ普通に負けるくない？いや無理よこれ。負けた。はい、負けちゃった。うん、残念だな。勝つと賞金がもらえポケモンも強くなるんだが、負けてしまうと自分が賞金を渡すことになる。まあ頼んだのは私だ。今回は私が出そう。世界はこうもいかないから、野生のポケモンと戦ってポケモンを鍛えていくんだぞ。はーい。さて、俺はもう行くよ。また会えたらどこかで。ミッションスタート。こっち攻撃、あっち防御めちゃくちゃ高えな。まあ、しょうがない。さて。で、何をしたらいいんだ？うん。なんかもう、すぐ、飛び立っていい感じ？さて、そしたら、東北っぽい感じはあるね。いきなり雪原だもの。517番道路。あ、居合切りがないと。さて、518番道路。爆時短519番道路。通れん通れない。501番道路。どんなポケモン出るんだろう。早速だ。あー、オープニングの子だ。フロン。氷っぽくない？初動から氷いんの？これ捕まえたいんだが、まだね、ボールないんだよね。いずれなんか氷技覚えてくれそう。とりあえず戦ってレベルを上げよう。
押し負けそうなのか。待って、これ押し負ける。あぶねえ。あぶない、あぶない。初動からなかなかハードじゃない。先進めんぞ。まあでもこのくらい緊張感がないとロールプレイングゲームは。ボール早く欲しいな。あれ捕まえたい。お、ツバメだ。レベル結構高いな。だいたい2とか3とかでしょ、最初の草むらは。いきなり4とか5とかいるの。攻撃下げた。めっちゃ下げてくるやん。一生泣いてろ。ズタボロよもう。こちらの攻撃力はもうズタボロよ。痛い。それはあぶない、実にあぶない。何フジタウンからポケモンで1匹だけ連れてやってくるの。あなた新人トレーナーでしょ、よかったらこれを持っていきなさい。助かるー。え、じゃあもう割と、なんだろう、スタートのパーティー候補が早くもですね。ツバメとフロンとりあえず捕まえといた方がいいべ。よし、厳選しよう。いや、まあでも時間も時間だし、初回で一旦切っていきましょうか。ちょっと一旦ね、第1回はここで区切らせていただきまして、次回までね、また手持ち増やして、次の戦いというか次の冒険にね、進んでいけたらなというふうに思います。はい、では、ポケットモンスターデガ実況プレイパート1、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、までにいけるな。